はい、質問来てますね。行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎窓ガラス壊して回った。それって犯罪ですよね。はい、やっちゃダメですよ、そんなことは。卒業して一体何わかるというのか。思い出の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば。先生、あなたはか弱き大人の代弁者なのか。俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか。これからは何が俺を縛りつけるだろう。あと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう。人に質問するときはまず要点をまとめてから質問してもらわないと、あなたが今やってることってただ怒りを僕にぶつけてるだけなので、答えようがないんですよ。はい、ですからまず相手がいることを考えた上で発言していただきたいですね。そういうことはですね、ネットの掲示板とかに書き込んでください。はい、2チャンネルなんかおすすめです。